はい、どうもミスター X です。昨日もこんな感じでしたね。なんだっけな、夜外に出て、まあこんな感じで歩きながらですね、お話ししたと思いますけども、今日が2019年の8月4日ですね、日曜日の夜、今10時ぐらいですかね。まあさっきもカモチューブとダイゴさんの、メンタリストダイゴさんですね、メンタリストではないそうなんですけどもね、YouTube で、116万人のチャンネル登録者数がいて、でそして、本当にすごいですね、本当にすごい、これは何でしょうね、知識量やっぱり突き抜けてる人、突き抜ければ青空、突き抜けばあの雲を、飛行機乗ると分かると思うんですけど、飛行機に乗って突き抜けるんですね、雲を突き抜けて、上空へ離陸して飛び立って、で雲を突き抜けると、もう底抜けという、底じゃないですね、突き抜ければ青空しかない、突き抜けば青空、まあなんていうのかな、そういうね景色が見ることができるということなんですけども、ちょっと地下道に入るので響くと思いますけども、すごいですね、突き抜けてる方というのはすごいなと、大悟さんのおっしゃっていることを聞いていて、自分は無責任なんだと、無責任で、それほど責任がある仕事っていうのはしたいとは思わないと、非常にビジネスも志したけれども、ビジネスを志したけれども、上には上がいるっていうのと、上には上がいて、さらに、上に仮にいたとしても、めちゃくちゃ責任がのしかかる、自由じゃないってことですね、自由じゃない、会社が大きくなればなるほど自由じゃなくなると、それは自分がやりたい本意、本心じゃないっていうことを大悟さんおっしゃってましたね。いやー響きましたね、やっぱりね。だから結局は自由にやる、やりたい。で今の大悟さんって何やってるかっていうと、めちゃくちゃ本を読む。で本を読むために自分が、自分のスキルを、自分のスキルをお金にマネタイズする。自分のスキルをお金に変えるっていうことを、最大化しようと。なぜ最大化しようとするかというと、1日人間って24時間しか時間はないわけで、その24時間をどう使うかで結果が変わるんですよね。で DAIGO さんの場合はどうしていくかというと、お金を稼ぐ時間、自分の知識をお金に変える時間を最大化していく、つまりお金を稼ぐための時間っていうのは極力減らそうっていう思考なんですよね。
1日8時間もいりませんよと。ニコ動、ニコニコ動画と、YouTube、1日2本ですかね、の動画を撮って、で、さらに、その他、何やってるかというと、まあ、もちろん会社もお持ちだと、全然私、また DAIGO さんのこと、詳しく存じ上げないので、まあ、これぐらいの情報量しかないわけですけども、まあ、会社の運営にもね少しは時間を割いているのかなと思います。でそれを考えるとお金、自分の知識をお金に変える、その時間がだいたい見積もっても、多く見積もっても3時間ぐらい、1日3時間24時間中3時間ね、山口洋平さんの1日3時間働いてあとはゆったり行きましょうみたいな本をちょっと思い出させますけども、まあ、それぐらいの時間ですね、3時間ぐらいで、1日3時間ぐらいで、まあ、非常に大きなコストパフォーマンスを出すと、自分の知識をお金に変える最大化をしていく。その後あと21時間ですよね、21時間、仮に6時間寝たとしても、6時間寝た9時間ですよね、24-9、15時間自由ですよね、15時間が自由。人生は習慣でできているわけですね。ずっとああしたいなこうしたいなって思っていたとしても、ああしたいなこうしたいなって思ってても、今日それができてなかったら、今日それができていなかったら、その積み重ねが人生になりますから、思っただけで終わってしまう。怖いですよね、これ今自分で言っててすごく怖いなと思ったんですけども、そういうことなんですよね。思ってるだけと、少しでもやってみる、まずやってみる、でやってみて結果が出る、そして続ける、それが習慣になる、そしてそれが人生になるということなんですよね。でそう思うと、何を思うかというと、やっぱりやった分しか返ってこないし、 やらないとわからない、まあ、つまりやったことしかわからないっていうことなんですよね。やったことしかわからない、やったことないこと以外はわからないんですよ、うん、だからこそ最初は怖いですよね。最初は怖い、うまくいくかいかないかわからない。だからこそ、まあ、最初は、仲間と一緒にやってもいいし、どっかの塾でねコミュニティに入ってもいいし、まあ、何かしら行動できる、まあ、できるね、自分が行動を起こせる環境を作る。でも一人だってできるんですよね、強い意志があれば。でも強い意志がないんですよ、普通の人はね、弱いんで、うん、だから普通の人生で終わっていく。大抵の人は普通の人生で終わっていく。自分も少しは夢を見たけど、そんなの無理だよって自分で消して終わっていく。まあね、これから DAIGO さんの話だったり、鴨頭義人さんの話だったり、鴨頭義人さんの著書、自己肯定力の話だったり、まあ、そんな話が続くと思いますけども、ぜひ今後もね、世界一簡単な働き方改革、ご覧になっていただければ幸いです。ということで今回も最後までご覧になっていただいてありがとうございます。